英国海軍によると、最新鋭の軍需支援艦ソヤン1万1000トン級が、日本の横須賀港に入港するそうだぜ。いや、来なくていいわよ。しかも、艦艦式にも出席していただけるとのことだ。だから来なくてもいいんだってばよ、これは気になるわね。ということで今回は韓国がレーダー照射問題で艦艦式出てやるから、日本は謝罪しろ、日本、お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、日本の海上自衛隊が開催する国際艦艦式に警告が参加するほか、艦艦式参加国の艦艇とともに捜索救難を目的とした多国間共同訓練を行うとのことだ。ふむふむ。そして警告海軍の大佐を艦長とする乗組員137人のソヤンは、10月29日に警告南部の鎮海港を出発したとのことだ。日本到着後は艦艦式参加国の隊員とスポーツ行事やレセプションなどを通じて交流するらしいぜ。来る来ないでジタバタしてたけど、結局来たのね。なんかよくわからない艦だけど、いつものことよね。ソヤンは6日に国際艦艦式に参加した後、7日まで東京湾一帯で、行われる捜索救難共同訓練サレックスに参加するそうだぜ。警告と日本、米国、英国、オーストラリア、カナダ、インド、インドネシア、マレーシアなど、艦艦式に参加する13カ国の艦艇30隻、哨戒機 P3C などが動員されているんだ。その後、商用は10日頃帰港したとのことだ。だから来なくていいし、とっとと帰ってほしいのよ。まあ、警告と日本は1999年からサレックスを開始し、警告が2015年に日本の艦艦式に参加した際も実施したんだな。2017年以降は行っていないが、こんなに嬉しくないお客様もいないわね。艦艦式に合わせ、7、8の両日は西太平洋海軍シンポジウム WPNS が開かれるとのことで、警告からはイ・ジョンホ海軍参謀総長が出席するそうだ。イ・ビョンホンとかならまだしも、誰なのよこのおじさまは。また、艦艦式参加国だけでなく、C 国なども含む約30カ国が参加し、他国艦艇と海上で予期せず遭遇した場合の行動規範を定めた、海上衝突回避規範9図などを取り上げる見通しだ。C 国とか一番いらないやつやんけ。そして警告は2002年と15年に日本の艦艦式にそれぞれ駆逐艦を派遣していて、日本は1998年と2008年に警告の艦艦式に参加しているな。参加したくないけど、しないといろいろうるさいにだからね。警告は今回、7年ぶりの参加となる日本の艦艦式に、戦闘艦でなく軍需支援艦を派遣したんだぜ。どうして軍需支援艦とかいうやつなの？艦艦式のハイライトである対艦敬礼で、太平洋戦争当時の、旧日本軍の軍旗のような旭日の衣装を用いた海自の自衛艦機に、警告の戦闘艦の陸民が敬礼する姿を見せることを避けたと言えるな。なるほど。旭日記ね。しょうがないね、キムチワールド全開だから、もう少し付き合ってあげましょ。そもそも警告は18年に南部チェジュ島での国際艦艦式に日本を招待した際、海事の自衛艦機でなく国旗の掲揚を要請したんだな。確か、日本は参加自体を取りやめたのよね。そうだな。今回、北朝鮮が弾道ミサイル発射を繰り返し、緊迫する安全保障環境を、踏まえ、警告には日本との協力関係を深化させる狙いがあるとのことだ。とはいえ、警告海軍による自衛隊機への、火器管制レーダー照射など、ムンジェイン政権下で生じた複数の問題は解決しておらず、停滞した防衛協力が完全に正常化するかは見通せないがな。ユンユンに期待だわ。北朝鮮は今年に入り、かつてない高い頻度で弾道ミサイルの発射を、繰り返し、我が国上空を通過させる形での発射も強行した。核ミサイル開発は断じて容認できない。と、岸田文雄首相も国際艦艦式での訓示で述べていて、警告や、米国など参加12カ国との連携の重要性を強調していたぜ。ちゃんと仲良くできますか？警告さん、ダメならダメで早く日本から出て行ってくださいね。視聴者の皆さん、どうしても仲良くできない人の特徴、コメント欄で教えてね。さて、防衛をめぐる日韓の関係は近年、良好とは言えない状況が続いていたわけだ。ふむふむ。2018年12月に起きた警告海軍駆逐艦による海事哨戒機へのレーダー照射問題を機に対立が強まり、日本は19年に予定した艦艦式に警告軍を招待しなかったんだな。あれはひどかったわね。ムン政権の時は無茶苦茶だったわ。ああ。同年8月には政府が半導体材料の対艦輸出管理を厳格化したことへの対抗措置として、警告が一時、日韓軍事情報包括保護協定時イソミアの破棄を通告したこともあったな。それならこっちはキムチポップとやらを、日本から追い出してやるわ。
また、防衛以外の面でも、いわゆる徴用工問題などの懸案が、重なり、日韓間の相互不信は状態化しつつあったんだぜ。まあ全部警告が悪いんだけどね。そんな不穏な空気が変わったのは、米国や日本との関係を重視するユン・ソンニョル大統領が誕生した時だ。首相とユン氏が9月、米ニューヨークで非公式の懇談を行ったほか、日米間による対潜水艦作戦の共同訓練が約5年半ぶりに日本海で実施され、関係改善の兆しが見えたんだぜ。別にユン政権がすごいわけじゃないけどね。反日政策をしている奴らがおバカすぎただけで。そして、北朝鮮は異例の頻度でミサイル発射を繰り返しており、政府関係者は、日韓の防衛当局者が関係改善に傾くのは当然の流れだと話しているぜ。もっとも、北朝鮮の脅威に後押しされた関係改善は日韓間の懸案の解消とは根本的に異なるわけで、例えばレーダー照射に関しては、警告側は照射の事実さえ認めていないんだな。レーダー照射もそうだけど、ほぼほぼ信頼関係はないからなんとかしないとね。ほぼだなんて失礼だぞ。全くないの間違いだろ。もっとひどいやんけ。そんな反日政策から足を洗う素振りを見せているユン政権になり、最近徐々に言葉が通じるようになってきたのが警告だ。最近やっと言葉が通じるようになってきたのね。文明開化だわ。2022年9月、国連総会参加のため米国ニューヨークを訪問中の警告の、ユン・ソンニョル大統領が21日午後、岸田文雄首相と就任後初の2者会談を行ったんだが、警告大統領室のイ・ジェミョン副報道官は午後12時23分から30分間、国連総会場の近くにあるカンファレンスビルで岸田首相と略式会談を行い、相互関心事に対する意見を交換したとし、今回の会談は、ユン大統領就任後、最初の韓日首脳間の略式会談と明らかにしているな。ちゃんとした話し合いできたのかしら？キッシーはキムチの付け方でも教えてもらったのかな？イ副報道官は両首脳は自由民主主義や人権、法治など、相互に共有している普遍的価値を守っていくために、両国が国際社会と共に連帯していくことに共感し、協力していくことを確認したとし、最近、核武力の法制化や7回目の核実験の可能性など、北朝鮮の核プログラムに対する深刻な懸念を共有し、これに対応していくために国際社会と緊密に協力していくことで意見を一致させたと伝えているぜ。まあこのコメントはテンプレですから。また、警告国内における国民の親日反日の姿勢については、警告と日本は痛みが伴う歴史を経験したため、韓日関係の問題は非常に難しく敏感なものだとしているぜ。そんな過去のこと持ち出して、もういい加減何度も謝罪したでしょうよ。また、国民を親日反日に分けて過去に縛る過ちは繰り返さないと述べ、前ムンジェイン政権下の反日姿勢を改善していくことを表明したそうだ。ムン氏に罪なすりつけすぎでしょ。そもそも、ユン・ソンニョルは選挙中から私が次期政権を担った際には、冷え切った韓日関係を改善し、未来志向的な韓日関係にしていくと発言し、日韓関係の改善を目指すことを表明していたからな。公約という名の売名行為、いやなんでもないわ。そんなユン・ソンニョルは前ムンジェイン政権下の日韓関係について、ムンジェイン政権が外交に国内政治を持ち込んだために、国交正常化以降、過去最悪の状態に陥ったと批判しているな。そしてお互いに協力関係を築いて、勝ち取り益を共有する。信頼を構築する過程で過去の歴史についても真相究明し、互いに整理し解決していく必要があると述べているぜ。カンカン式に出たくらいで偉そうにしないでよユンユン。あなたのこれからに期待してるからね。まあ、日韓関係の改善を進める意欲が見られ、少なくとも、ムンジェイン時代のような悪化の一途をたどる事態は避けてほしいな。日韓関係改善に関して、具体的にはシャトル外交の再開を目指すと宣言しているしな。シャトル外交、1、2回で終わりになりそうだけどね。というか、首脳が相互に相手国を訪問するシャトル外交を行うことで、慰安婦問題や徴用工問題、輸出管理の措置などといった、現時点で抱える日韓両国の問題の解決を目指していくとのことだぜ。やっとこういう問題が解決するんだね。また、北朝鮮の核ミサイル問題についても触れ、日米韓3カ国で連携を強化することも、重要だとして、良好な関係を築くことに意欲を示しているぜ。日米韓は何度も連携してきているんだから、そろそろ北に一撃食らわしていてもおかしくない気がするけども。まあ、警告の大統領は最初は親日を掲げているが、支持率が落ち、国民感情が怪しくなってきたら反日のお菓子を国民にばらまき出すからな。ユン大統領も反日政策に切り替えるのかしらね。今回そんなことしたら、もう国交断絶しか選択しなさそうだわ。
ユン大統領には警告の意地を見せてもらいたいぜ。最後に、最近支持率を落としているユン政権の解説を少し入れておくぜ。お願いね。バイデン大統領との歓談後にこの野郎どもと暴言を発し、物議を醸している警告のユン・ソンニョル大統領だが、釈明どころか発言を報道した地元メディアを批判するなど、事態は混迷を極めているな。急に変なこと言い出して、なんかやばい薬でもやってるのかと思ったわよ。国のトップから発せられた乱暴な言葉に批判が殺到しているのは事実だぜ。そりゃ台風の目になるのは当たり前だよね。問題の発言があったのは、21日に国連総会が行われたニューヨークだぜ。当初予定されていた首脳会談がなくなってしまい、バイデン大統領主催の行事に急遽参加したユン大統領。数十秒間、バイデン大統領と歓談していたんだな。ふむふむ。だが、警告メディアによると、その直後ユン大統領は周囲に、国会で、この野郎どもが承認しなければバイデンは赤っ恥だろうなと暴言を吐き出したわけだ。突然のハビョン、やっぱりキムチは体に悪いのかな？キムチだって食べすぎると体に悪いと思うぞ。この野郎どもはアメリカの議会を指すものとされ、動画サイトに掲載されると、他国を恥ずかしめたと批判が殺到し、この状況にユン大統領はすぐに釈明したんだな。よかった。国民は納得したんだね。だがしかし、謝罪ではなく報道されたこと自体に不満を口にしたことで、今度はメディア側から批判を受けることになる。あなたが何を言ったかをきちんと明らかにすれば済むことです。マスコミに謝れ、との声が上がったそうだぜ。まるで子供だわ。この件以外でも、ユン大統領の外交力を問う声が上がっているんだ。まだあるの？もうユンちゃんのライフはレイよ。エリザベス女王の国葬のため、キム・ゴンヒ夫人とイギリスを訪問したユン大統領だったが、国葬やレセプションには参加したものの、女王の棺に拝礼できなかったことで非難されているんだな。どうして拝礼できなかったの？大統領府は渋滞にはまったためと説明しているぞ。は？渋滞、だと？キム・ソンファン政策委議長からは、交通規制を知らなかったとしたら無能ということであり、知っていたのに対策を立てなかったとしたら、さらに大きな外交の失敗であり、外交惨事と言わざるを得ません、と全力で叩かれているぜ。やっぱりどこの国もトップは無能、夫なんでもないわ。これまでも失言が取り沙汰されているユン大統領だが、大統領就任以前の発言で、肉体労働はアフリカがすること、貧しい人は不良食品を食べる選択肢があるなど、さすがとしか言いようがない発言が多いんだぜ。よし、ユン語録を作ろう。最新の世論調査では3割を切っているのもやばいな。まあ、歴代大統領のように汚職に手を染めているような様子は、まだなさそうだから、もう少し様子を見るというか、泳がせておきましょ。だが、2022年10月22日、韓国の首都ソウル中心部のスンネムン付近で大規模なデモが行われたんだ。これは何のデモなの？集まったのは2万人近い群衆で、主催したのは左派グループ。ろうそく勝利転換運動で、ユン・ソンニョル大統領の政権糾弾集会デモなんだぜ。ああ、あっちの人たちのデモか、ついに不正に手を染めちゃったのかな？しかし、群衆がシュプレヒコールを上げたのは、ユン大統領の不正に対してだけではないんだ。なんと、キム・ゴンヒ夫人への批判の声も大きかったんだぜ。え？ゴンヒ夫人もやらかしたの？続々と噴出する夫人のスキャンダルのため、ユン政権の人気も急落しているからな。だからあれほど、キムチが大好きです。って庶民アピールをしておけと。さらに記者が言うには野党はキム夫人への攻勢を強めています。9月にはキム・ゴンヒ特権法を発議し、党則とすることを決定。国会が指名する特別検察官がキム夫人の疑惑を捜査、追及するというものです。世論調査では特権が必要と答えた国民は 62.7%。必要ないと答えた 32.4% 大きく上回っていますとのことだ。どんだけ手のひら返ししてるのよわら。前はゴンザレスとか言って褒めちぎってたくせに。ゴンサランだろ。ゴンサランともてはやした雰囲気は無賛し、キム夫人は警告メディアからは、醜聞の妻汚れたファーストレディーと叩かれているようだぜ。持ち上げて落とす。ユン夫妻の逆境は見てるこっちまでかわいそうになってくるわ。さすがの国民性だな。これからも警告から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。